前回の選挙から愛子さんの活動活躍を見て選んでよかったなと本当に思っています。これからまた同世代としてますます活躍してもらえるものと思います。頑張ってほしいです。庄内のため鶴岡のために頑張ってほしいなと。しかも若いのでこれからまだまだありますので、頑張っていただきたいなと思って応援しております。やっぱリアルに子育てをしている、今現状子育ての苦しさ、楽しさも含めて分かっている候補ということで、非常に共感が持てるという部分がもう最も応援するポイントですね。同じ子育て世代の母親の目線で頑張ってもらいたいと思います。私たちの気持ちとかも理解してくれるかなって思うので応援したいと思います。もう自分目線で普通に話してくれますし、必ずあの人はやってくれるっていう強い眼差しがあるから、私は全力で加藤愛子さんを応援したいと思います。若者を含めた地域の皆さんの声をぜひ国政に届けてもらいたいと思います。顔がタイプです